赤橋、赤大輝、栗原、赤橋マシマシ TV! ありゃ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 。ということでね、混ぜそば、混ぜろ小岩天さん2回目の方も行っちゃいました。おお、2回目、和田くんも2回目です。パロパロの、そうですね、2回目ちょっと待ってましたけど、まだ参戦していただきました。ということでね、小岩家南口から3分のところにございます。こちら前回豚がうますぎて私気絶してしまいましてね、本当に意識取り戻した時にはもうね、2回目行ってたんですよ。ということでめっちゃ寝てたもん。本当に食券を見ていきましょう。そのまま寝てればよいやいやいや、起きたんですちゃんとね。混ぜろうの混ぜそば、それから激そばオイリー麺ね、激辛混ぜそばなんてこともありますけども、はい、今回はですね2回目なんで、このネギそばオイリー麺を300g の麺にして選択をしているということで、ございますね。基本メニューがだから2つ、まあないしは3つということでございますね。食べちゃう。わあ、うわ、これは美味しそうでしょうね。卵3つ、無料の卵1つついて、有料卵を2つ追加していると。何これ、やっぱね、生卵が、卵黄が好きなんで僕ね。足爆発するよマジで。いやいや、こんな乗っててさ、そんなことない、そんなことない、形崩さず。そうなんですよ、だから店長さんもね、そのあたりバランスを気をつけながら出していただけるということで。そうで、豚も2枚追加のしてる上の2枚入ってるという、デポ2枚の追加2枚。おっと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 、もう食べる前に驚いちゃってるよね、もうね。インスタ映えしそうですね。インスタ映えはするだろう、シンプルに。絶対に、ね、ね、これがね、超甘しょっぱバラ肉ということでございますね。 いや、でかくて甘くてうまい。で、早速もう豚にはね、味変をしていく。あ、なるほどね、甘辛さが引き立ちますね、これ胡椒入れますとね。まだちょっと奥で引いてない。ちょっとね、いやいや、めちゃめちゃ見てた。真似をしてちょっとかけすぎたり、いろいろ真似をしてんの。真似をして、ここでね、はい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 。で、まあ、これもまたね、ふわふわの豚なんでね、これをこれが食べたくても行ったっていうのがあります。あ、なるほど。2回目、白髪ネギです。ごま油がこれね、かけてあって、すっごい旨味があって美味しいですね。あー、なるほどね。確かに、はいはい、今回はまた有料でさらに足しているんで、これデモに足してね、軽く超える豚とネギでございますね、はい、オイリー麺の方には野菜と油のコールないんで、ネギダブルおすすめでございますね。和田が気になるんだよ。和田が気になっちゃう。まあ確かに奥でいろいろ食べてますからね。どんどんそこからね、こう麺を引き出していきますよ。これ四角くて角材のような極太麺。角材のような。悪口だよ。いや、そんなことない。硬くて太くて美味しいということなんですね。返しの強さ、ごま油に負けないですから。それぐらい太くて硬いものですと。力強い麺というか。奥からカメラ目線で、見ていきますけども。さあ、そして卵黄ですが、ね。ちょっと、まあ、1個潰れちゃいましたが、まだまだまだ張りのある卵ということでございますね。で、ここでニンニクも混ぜたんで、これトリプルニンニク卵黄。うまそう。これニンニク卵黄ね。本当にこれ食べたらどうなるのか、もちろん極楽です。ね、もちろん言うまでもなく、これ一口に160円丸ごとかけるね、これが楽しみ。計算の仕方はしないけど、いや、80円だから、卵が1個80円だからさ、ね、1個無料だからね。これがね、ネギの歯ごたえでいっぺん飛び込んできて、激うまかよというね。めちゃめちゃうまいし、あとやっぱ赤星食うの早いんだなと思ったら、やっぱ比べたら。あー、そっかそっかそっか、確かに確かに、すごい食べ進めてますが、ここで漬け汁です。こちらもね、つけ麺のように食べられる汁なんで、これ100円でね、買って非常におすすめです。これはね、つけたいね。これやってください。ただの油ではなく、返しも入ってるね。あ、なるほど、味がついて。ここにね、生卵を入れても美味しいでしょう、絶対。あ、なんかミックスしてね。そうそう、これそれこそすき焼き風ということでね。さらに無料魚粉なんかもありますんで、私はこの魚粉を今回は、まあ、4振り5振りということで、ここに海苔で蓋をしてね、ちょっとこうお茶漬けを海苔でくるむみたいな感じでいきますけども。お茶漬けは海苔でくるむ くるむか。あ、ちぎるタイプ、あるから、ちぎるタイプ。地域差、地域差、地域差の話。地域差よ。同じ埼玉で、裏埼玉市は違うの食べ方がちょっとね、ここまで。ああ、もう飛ばしちゃったけども、ラー油はうまいということでね。ラー油もうまいんで、もうすぐ完食。まだ隣では食ってるけども、ちょっと焦ったね。この後和田くんの少しいただいたりしてもね、食べきれ、彼はマゼロのマゼ麺の方を食ってるんで。あ、なるほど。ということで、マゼロ89、惜しい。もうちょっとね、90点。いや、でもちょっとめちゃめちゃうまそうですね。いや、そう、量ではなくね、味。豚をね、まだ行ってない方、本当にね、まず行ってください。ちょっと小岩といえばラーメン二郎小岩店ありますが、あります、ね、小岩店2回行ってないのに、マゼロさんもう2回行っちゃってるっていう、
なのでマズロ行っちゃったんですよね。まあまあこれは平日の昼しかやってないっていう、あれやだろうね、それもあるけど、そうだ、こちらはもう夜までやってますんで逃しちゃったから、そう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 、ということでね、マズローさんのオイリーメンも非常に美味しいね、皆さん行ってみてね、こっちマゼ、テンションがきついな。Thank you.